生き延びた者たちはコルグと呼ばれる組織の指示に従い、ナノテクノロジーを用いて肉体と意識を切り離し、その後システムの安定性と人類に残された時間を考慮し、ガイアを戦前である2100年代の地球に再現。争いの引き金となった銃の紛争地域、それからガイアで生きる人々の意識は悠久の時の中、幾度かの転生を経たことで過去の記憶や世界の成り立ちを忘れ、今ではしかしガイアは決して完全な安息の地とは呼べなかった。ある時を境にガイアの幻想と呼ばれる領域にてビスベインと呼ばれるモンスターが生まれ、人類が築き上げてきた文明を侵し始めたのである。その結果、ガイアの幻想と表層の間にあるバリアが破壊され、ベインクエイクと呼ばれる災害が頻発するようになってしまった。この未曾有の危機に対し、ガイアの自己診断プログラムは人を模した形となり、神の名を持つことで対策を講じ始めた。こうした人型の存在は今ではモディファイアと呼ばれている。そしてコルグの支援により、オーディンらモディファイアを中心に対ビスベイン組織エーテルゲイザーが正式に発足した。表向きは勝者であるこの組織を通じて、彼らは自分たちが守るべき文明の一部として組み込まれた。こうしてモディファイアたちは文明の発展と社会の安寧を守るとともに、システムから与えられた権限を駆使し、いつ訪れるかわからない危機に備えているのだった。ここには誰もいないよ、アドミンさん。みんな避難してくれて本当によかった。こっちもいないよ。てか、この車両かなりボロボロなんだけど。それじゃあ今回の揺れってベインクエイクじゃなかったのかな。この音は。ちょっと緊張するけど、頑張るよ。敵出現だよ。みんな、慎重に行こう。どうだ？順調だね。それ、用意できたよ。この一撃で決めるよ。さあ、倒してみせる。
この一撃で決めるよ。どうだ、モディファイドモードオン。あっ、えい、あっ、えい、私の活躍どうだった？状況を報告してちょうだい。巨大シュビスベインが幻想に続くひびの中に。そう、困ったわね。すでに暴走してるとなるとバリアが壊されるのも時間の問題だし、とはいえこのまま追跡させると彼女たちを幻想に入らせてしまうことになるし、今回の私の役割はあくまで指揮の補佐だから、新人にリスクを負わせるような指示はできない。だから君に判断を委ねるわ。アドミンさん、追跡の許可を出して。あいつを何とかしないとまたペインクエイクが起こるし、そうなると大勢の人が苦しむことになっちゃうよ。私もベルの意見に賛成。それに私という先輩がついてるんだし、何も心配はいらないよ。いい。アドミンさん、私たちは多くの人を守りたいからエーテルゲイザーに入ったの。だからこそ私は絶対に引きたくない。お願い、あの巨大種の討伐は私たちに任せて。くれぐれも注意してね。アドミンと私もミーミルシステムでサポートするから。あら、もしかして心配してるの？ええ、そのせいで今やほとんどの幻想がビスベインの巣窟と化している。それを何とかするために設立されたのがこのエーテルゲイザーよ。昔のことばかり気にしても仕方がないでしょ。現にあなたは試験をクリアし、こうして私たちのアドミンになった。それで十分じゃない。あの、アドミンさん、今地下鉄の駅に着いたんですけど、ここがゼンキちゃんとベルちゃんが幻想に入ったっていう場所ですかね。わかりました。ではベルちゃんたちのサポートはお任せください。あら、いつポセイドンに連絡したの？へえ、やるじゃない。初任務ってことでいろいろと心配していたのだけど、どうやらそれも杞憂だったみたいね。ポセイドンがいるのなら安心して見守っていられるわ。ちょっと緊張するけど頑張るよ。敵出現だよ。みんな慎重に行こう。
用意できたよ。倒してみせる。この一撃で決めるよ。完全勝利。私の活躍どうだった？よろしくね。はいはい、呼んだ。あたしも成長してるのさ。ベル、前期、大丈夫？大丈夫。ただちょっと軽装での遠距離転移に慣れてないだけ。それより報告したいことが。あの巨大種の姿が見当たらないの。ミーミル、ベルたちから最も近く、かつ最も強いベインエネルギー反応を探してちょうだい。見つけたぜ。南西方向に強いベインエネルギー反応がある。手がかりがない以上、直接行って確かめるほかないわね。よし、行こう、前期ちゃん。ちょっと待ってよ。ちょっと緊張するけど、頑張るよ。敵出現だよ。みんな、慎重に行こう。座れ。どうだ、順調だね。この攻撃、受けてみろ。えい。用意できたよ。この一撃で決めるよ。それ。えい。どうだ。順調だね。完全勝利。私の活躍どうだった？急に周りが静かになった。なんだか嫌な予感がするよ。こういう時ってのはさ、だいたいヤバいやつが近づいてるからなんだよね。で、動物たちが一斉に身を隠すから静かになるってわけ。そうなんだ。さすがゼキちゃん、物知りだね。それほどでも。二人とも、東方向から正体不明の飛行物体が接近中よ。早くその場から離れて。カン
一発だったね。こら、不意打ちなんて卑怯だぞ。まずい、またこっちに来るよ。早くこちらへ、急いで。出ないと吹き飛ばされるわよ。ポセイドン姉さん、なんでここに。心配しないで、私がそ…ちょっと緊張するけど、頑張るよ。ポセイドンはヒーラータイプのモディファイアで、仲間の傷を素早く返したいではありませんかね。ところで、なぜ今からそんなことを説明してるのかね。え？そこで倒してみせる。えい、畳みかけるよ。あ、それ、よい、この一撃で決めるよ。えい、皆さんに生きる力を。この攻撃受けてみろ。えい、あ、構えてみなよ。完全勝利。私の活躍どうだった。ちょっと緊張するけど、頑張るよ。イデアビルドのドリフト率が一気に反応中心。早くあれを何とかしない。競争って分かってる。絶対に食い止めてみせるから。えい、それ、畳みかけるよ。皆さんのおかげ、またね。えい、用意できたよ。この一撃で決めるよ。さあ、それでこの攻撃受けてみろ。えい、さあ、順調だね。それ、いや、畳みかけるよ。えい、どうだ。さあ、お願い、皆さんに生きる力を。モディファイドモードオン。あ、それ、えい、巨大種の弱点が見えたわ。一気に畳みかけて。ゼンキちゃん、ポセイドン、分かった。じゃあ、
私の活躍どうだった？巨大種の生体反応消失、ベインエネルギー急速に低下中、つまり対象のとなんとか倒せた。よし、早く帰って休暇の続きだ。みんなお疲れ様。緊急の、それもかなり難しい任務だったにもかかわらず、よく、それとポセイドンにはまた火消し役をやらせてしまったわね。いえいえ、皆さんのお役に立てたのなら幸いです。そう言ってくれると助かるわ。ではこれにて作戦を終了とします。みんな残りの休暇を楽しんでちょうだい。本当にありがとう。で、いつからいたの？あの巨大種を見つけたところからですね。リーダーともあろう方が臨時の指揮者と新人たちが悪戦苦闘してるってのに高みの見物とか、少し悪趣味が過ぎるんじゃない？作戦の邪魔になりたくなかっただけですよ。それによくやっていたではありませんか。バルドル、今日は先に上がっていただいて結構です。お疲れ様でした。ふーん、はいはい、分かったわ。お疲れ様。さて、アドミンさん、すでに作戦は終了していますが、まだ緊張が解けませんか？初めての任務でしたからね。そうなるのも無理はありません。もしかしてベルたちの身を案じているのですか？確かに我々は人間の感情を読み取ることができますし、好きなものや嫌いなものだってあります。そして我々の中には何百年も前から生きているにもかかわらず外見が一切変わらないものもいれば、人間社会に溶け込もうと必死に努力した挙句、結局は異なる存在ゆえに諦めたものもいます。アドミンさん、我々は人間ではないのです。ビスベインという脅威に対抗するために生み出された人間に近い感情を持った自己診断プログラムでしかありません。だからこそ、どんな事情があるにせよ、ビスベインの殲滅というのはガイアが私たちに与えてくれた最も大切な存在意義なんです。その問いの答えはあなた自身で見つけ出すしかありません。私はただあなたが優秀なアドミンになれるよう指導する立場でしかありませんので。よろしくね。使いこなしてみせるよ。
エーテルゲイザーのメンバー、この世界で生きる人たち、私はみんな大好きだよ。はい。人間とモディファイアに違いなんてない。この世界で共に生きる仲間なんだから。